金子選手1着おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。今日はスタートから決まり1着ゴールとなりましたが、レース振り返ってご自身でいかがですか？いや疲れましたね、はい、エンジン的な余裕はどうでしょう？ないですね。わかりました。それでは VTR を見ながら鎌本さんとお話しください。はい、切ります。はい、金子選手おめでとうございます。ありがとうございます。スタートいいスタート切れましたね。はい、あでもちょっとね浮きましたか今。そうですね、でも練習から良かったんで、はい、はい、まあトップスタート切っての6周回逃げになりましたが、どうですかやっぱりもう少しもういっぱい欲しいですか？そうですね、ちょっと乗りづらいですね。今新走路、そこはエンジンですか？新走路的にエンジンですね。エンジン的に、はい、まあどの辺やっぱ伸びでしょうか？まあ伸びがなくてちょっと立ち上がりも開けられないんで、はい、ペース乗んないですね。ちょっと重たいような感じですか？いや重たさはないんですけど、ちょっと開けづらくて、はい、乗り味もないような。そうですね、いつかやられちゃうんじゃないかなと思ってましたけど、まあ、上がりタイムも355と、まあ、高タイム出てるけどまだ物足らないということですね。まあ乗りやすさが出れば、はい、はい、まあ、明日に向けてはまあその辺の整備でしょうか？そうですね、いや大幅にはしないですね。まあね、あのソロも聞くのもなんなんですが、まあ、食いつく方がいいですよね。そうですね。何か金子選手は雨セッティングのようなものあるんでしょうか？いえないですよ、はい、ということはこう晴れの状態が良ければ。そうですね、それを信じても行くしかないんで、うん、どうでしょうかスタート、雨のスタートはね。まあ気持ち入れて切ります、うん、はい、まあね、あの今日もいいスタート切りましたので、明日も整備調整して、はい、うん、あの頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ11レースは金子選手がスタートから押し切っての一着ゴールとなっています。払い戻し金はご覧の通りです。それでは金子選手、最後ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、明日も全力で走ります。応援よろしくお願いします。金子選手1着おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。